本学寺は石川県小松市にある新州大谷派の寺院。三号は阿諏訪山。本尊は阿弥陀如来。元は越前国の和田地区にあり、和田本学寺とも呼ばれた。回帰は浄土新州の宗祖神蘭の弟子にあたる和田の神将。当初は和田道場と呼ばれていた念仏道場で、新州高田派に属していたが、王朝元年本願寺、第三世。 各女の時代に、本願寺に帰還する。本願寺、第七世、尊女の時代に、本学寺の事業を交渉するようになる。永正三年崩流川の戦いで、朝倉市に敗北したことにより、加賀国に逃れた。以後、道寺は、長生寺とともに、加賀に逃れた越前門徒のまとめ役を担った。しかし、後に、加賀門徒と加賀亡命中の越前門徒の争いが、 寺院間の争いに発展して、大正一期の一員となった。A60 年に、朝倉氏との和解により越前国への復帰が認められるが、加賀国の本望も残された。慶長7年本願寺の東西分立において、東本願寺第12世教場を支持して、東派に属した。加賀国側と西本願寺第12世順序を支持して、西派に属した。 越前国側に分かれて、現在に至る。ありがとうございます。